配いただいていると思います、まあ、ご存知のように渋谷区私の選挙区なんですが、テニスコートの上にです、上からですね、この氷の塊がドーンと落ちてきたと。で、未だに国交省はこれ認めてないわけであります。ご存知のようにこの羽田新ルートではないんですけれども、過去ですね、他のルートでもう1キログラムとかですね、大きいものが落ちてるケースってあるんですね。でもそれは畑とかそういうところに落ちていて人的被害はないのが多いんですけれども、なぜかというとやっぱり先進国でこれほど人口密集の上に飛んでるのはこの東京の羽田ルートしかないというのは国交省に調査させて判明をしているところでありますので、まあ、この危険な状況をなんとか打開するように私どもも取り組んでまいりますので、本当に皆様のまたご指導いただければと思います。今日どうしても10時半に党の会議がありまして席を外しますけれども、よろしくお願いをいたします。いろんな場面でご一緒しました。そうだよ、今日はですね、ありがとうございます。住民の皆さんの会合ということで、この後またさまざまなデモンストレーター、いや、全員みんなこっち来てください。そうそう、そして今日はですね、最初だけちょっと私の方で司会をいたしますが、その後はですね、住民の皆さんの中心の会合になっていくと、こういう理解をいたしております。冒頭ですね、海江田会長もいらっしゃってますので、一言ご挨拶いただきます。皆さん、おはようございます。おはようございます。私どもの会では、皆さん方も交えて前回5月でございました。まあ、その後参議院の選挙もこれあり、そして、まあ、長い国会の休会がありましたが、いよいよ国会も始まりまして、そして、まあ、一部の新聞報道では、この滑走路を若干延長してうんぬんかんかんというような話もございますが、今日はこの行政のが国土交通省をお招きをしておりませんので、住民の皆様方、各地で運動になっている皆様方が意見交換をして、そしてその意見をですね、私どもにもしっかり聞かせていただきたいと思っています。ただ残念ながら今日は本会議がございまして、私もはじめみんなそれぞれの準備が本会議はございますので、退席をしてしまう、大変残念でありますが、しかし今日皆様方が話し合いをした中身というのはしっかりと受け止めさせていただいて、そしてまた次回ですね、今度は行政の側も交えて、そしてこの問題について取り組んでいきたい、こう考えております。本当に私どもは途中で退席をしてご無礼でございますが、どうぞ限られた時間、実のある中身でお話をいただきまして、そしてそれを私どもにもしっかりとお伝えいただきたい。上局長よろしくお願いしますね。お願いしますね。はい、ということでございます。今日は本当にお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。海江田会長からご挨拶いただきました。続きまして、共産党の、小池晃先生からもご挨拶いただきます。おはようございます。2020年3月29日ですかね、飛行が始まったのはもう2年半過ぎまして、まあ、私も大井町に住んでおりますけども、本当に毎日のように、まあ、大騒音の危険にさらされると日々が続いておりますし、まあ、落下物も実験室問題として起こっております。で、先日は一部の報道で海上ルートに見直すというのを、ね、こう出されましたけど、まあ、国交省に聞くとそんなことは、まあ、検討しているわけじゃないんだと。というか、まあ、一応今まで言ってたようなこととほとんど変わらないことに過ぎない。しかもそのルート変更したとしても、まあ、品川はじめ都心上空を飛ぶことには変わりはないし、大体現実的にはちょっと不可能ではないかというような、まあ、専門家からの意見もあるわけです。やっぱり固定化回避というのはまやかしであったということがいよいよはっきりしてきていると思っておりまして、この問題は本当に撤回ということをしっかりね掲げて戦っていくことが大事な局面に来ているのかなというふうに思っています。まあ、これからの日本の在り方っていうのはやっぱりコロナの後って変わってくると思うんで、今までのようにどんどん海外からお客さんを招いてインバウンドでっていうんじゃなくて、やっぱりそのコロナの後の社会っていうの在り方を見直すということで、合わせてこの問題しっかりね
この国の在り方の問題として問い直していく必要があるんじゃないかなと、皆さんと力を合わせて党派を超えて、願い叶えるために頑張りたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。その準不動でありますが、じゃあ笠井先生。はい、お願いします。皆さんこんにちは。自民党参考衆議院議員の笠井彰です。議連の副会長をさせていただいておりますが、今お話ありましたが、もう3年近くにあたってもう頭上ということでの、その下での暮らしいかばかりかと思います。頑張ってこれに対して声を上げている皆さんに心から連帯を表明したいと思います。私この夏に、表参道のちょうど港区のところになりますがね、歯医者さん通ってたんですが、そのもう本当に診察の部屋の真上をガーッて通るのがね、もう本当に1分2分、2分間隔くらいだったんですよね。もう大変ですねって言って院長先生にもお話ししたんですが、まあ、そんな状況の中での毎日でたと思います。それで先週ですね、私のところにも新聞折り込みで港区の皆様へって言って、国交省の、羽田空港のこれからということで第5回の固定化会検討会の報告ですと言って、いかにも寄り添いながらさまざまなルートを検討しているかのように、言ってるんですけれども、結局新ルートの廃止は言わないし、事実上の固定化の検討ということになっていると。第6回は2023年って書いてありますから、もう引き延ばしてこのままやっちゃおうみたいな話になっているということを感じました。新宿区議会でも6月20日に固定化回避へということで、地方空港の活用による飛行経路の分散化とか、あるいは海上ルート活用ということも求めているわけですけれども、やっぱりみんなで今こそ声を上げて、そしてこれは地域の問題もちろんですが、首都の国政問題ということで、超党派で私たちも、ルートの撤回ということで求めて頑張りたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ただいまして哲川先生が所用で帰られてしまいましたが、哲川先生、哲川議員もおられたことをご紹介しておきたいと思います。それではこちらに山崎先生、はい、お願いします。皆さんこんにちは。衆議院議員の山崎誠でございます。今日はね、本当全部皆さん集まっていただきましてありがとうございます。私今横浜なんでありますが、もともと練馬生まれで練馬育ちで、練馬、杉並、あるいは中野、青木の仲間がおりましてですね、この、低空飛行の問題は本当に我がこととして、とにかくこれなんとか回避を思っております。本当に事故が起きてからでは遅いんでありまして、もうその一歩手前まで来ているという危機感を持ってですね、さまざま訴え、皆様の声をしっかりと、受けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお隣の田村先生、お願いします。日本共産党の田村好子です。この度国土交通委員会になりましたので、今日はまずこの集会でですね、本当に皆さんのお声を聞いて、今後どういうふうに質問していくかという思いでやってまいりました。皆さんと一緒にもうルート撤回に向けて全力で頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お隣の吉良先生。日本共産党の吉良よし子です。私自身も目黒区在住で、私の家からも飛行機が飛んでいるのが、ちょっと外れているのでね、ちょっと遠くになるんですよく見えます。本当に数分単位で飛んでいますし、中目黒の方まで行くと本当に轟音が凄まじい、騒音が凄まじいわけで、もう本当騒音被害だけでも重大ですし、その上落下物などが何か起こったらもう本当に遅いわけですし、一刻も早く撤回しなければならないと。夏には皆さんと共に固定化回避の、ね、問題について国交省のレクもしましたけど、結局回避できるのかどうか国交省側は一切資料も提示できないままと、もうこんなのではね、話にならないと。やはり住民の約束通り、羽田の飛行機は海から入って海から出ていくと、その約束をちゃんと履行させるために、ね、全力を挙げて共に頑張りたいと思います。共に頑張ってまいりましょう。それでは山添先生、はい、使えるかどうかの確認です。お疲れ様です。日本共産党参議院議員の山添拓です。固定化回避と政府も言わざるを得ない状況にさせてきたのは、ルート化をはじめとして多くの皆さんの声と運動があってこそのことだと思います。しかし固定化回避と言いながら滑走路の運用と便数を固定したままでは
最終的にはどこかの都心上空を飛ばなければ、その運用を保つことができないということで、もうこれは固定化回避と言いながら、もう最初から破綻しているものだと思います。固定化回避というのであれば、本当にあの今の運用のあり方そのものを変えて、先ほどあるように海から入って海に出るという元の運用に戻していく、まあ、そのために引き続き力を合わせて頑張りたいと思います。今日は大変お疲れ様です。ありがとうございます。続きまして鈴木陽介先生。衆議院議員の鈴木陽介です。私もあの豊島区に住んでおりますので上に飛んでおります。この間の神宮外苑に行ったらまたそこで飛んでて、渋谷のセンター街行っても上に飛んでて、どこに行っても飛んでるような、そんな錯覚を覚えるところでもございます。国交省が主導して行っていることですから、最短距離での物事を変えるのはやはり責任交代なんだな、改めて思います。頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また今日は前議員の阿久津先生も来ておられるんで、はい、いや、一人でいいですか、いいですか。あと堀先生も来られてますんで、あのご紹介だけいたして、堀さんっていうのは、はい、そこにいるんじゃない、はい、あの立っていただいて、あの堀先生も参議院の堀先生、ありがとうございます。であの私もですね、事務局長なんですが、一言ご挨拶をさせていただきたいんですが、いや一言言うんですけれども、あの品川区でですね、まさにあの町会長さんを中心にして、須川さんが応援に来ていただいて、なんか過半数を超える署名が集まったという。そうですよね、はい、あのそうですよね、これ拍手ですね。須川さん、渋谷区でも圧倒的なですね、パワーを発揮して、あの署名を集めて、まあ、あの今も現在進行形でさらに集めていただいて、品川区の町会長のですね、その 70%、80% の署名を集めればですね、これはかなりの、圧力になっていくだろうと、このように思っておりますので、ぜひともですね、そういった活動をさらに頑張っていただきたい。で、他の区も全部行ってるんですよね、渋谷区と。新宿ですね。新宿はもう終わったんですか。終わりました。ですから3区、渋谷、新宿、品川が過半数の町会長を務めております。ということは、はい、拍手、はい、それじゃないですよ、町会としてか町会長としてですから、個人の署名はあることってます。あ、すごいですね、わかりました。大変にあのこの勇気100倍の話ですから、上空を通る区はですね、須永さんもノウハウを持ってますから、須永さんにうちの区でもやってくれと、こういうふうに話をすると過半数の署名を集めることができると。これがあの大体飛行機が飛ぶ下をですね、全部砂川メソッドでですね、過半数を集めれば、これは、いや本当はあのこれやっぱ大きいんですよ。非常に大きいんですよね。あの国土交通省は誰に聞いたんだって言ったら、特別区長会の会長って、まあ、あの西川さんっているんですけど、その人が了解したから了解みたいな話は全くですね、受け入れることができないわけであって、やっぱこれは町会長は了解したから了解っても本当おかしいんですけども、少なくとも相手のそういう論法に対しては、いや逆に半分以上が反対しているよと、こういう議論がですね、まあ非常に説得力のある話なんで、ぜひとも頑張っていただきたいと思ってます。今日は本当にそのことをですね、感謝申し上げなければいけないということで、ここに私も携わりました。先生方がもう一言何か言いたいことはおられます？おられなければ今日は住民主体のですね、会合ですので、以上で、以上我々の出番というのは終わりにして、あとはまあ残れる先生方が残っていただいて、住民の皆さんに、大村さんにマイクを渡せばいいですか、ということであります。今日はありがとうございました。非常にあの誰のせいかわかんないけど段取りが悪くてプロジェクトがまだ映らないようなので、すみません、とりあえずちょっと今日は本当に皆さん、あの国会議員の先生方もありがとうございます、住民の皆さんもたくさんお集まりで、あの今日はもともともう全然時間がないので、あのそこのご案内の表紙にプロジェクトの思いはもう書いてある通りでございます。それでプロジェクターの設定ができたら、私としてはプロジェクトはとにかく、最近強く申し上げていることは2つあるんですね。今日先ほど話も出てましたが、要は新ルートを飛ばさなくて従来ルートに戻しても、国交省が言うところの増便数は確保できるんだと、それが一つ。それからこのまま固定化回避検討会の流れに任せておいては、
まあ、城南地域だけじゃないですけれども、そこにもルートが固定化されて、とてもじゃないけれども、被害の回避ができないと。今もプロジェクトはもちろん国交省がはいはいその通りですとは言いませんが、立場は違いますが、理屈は我々の方が明らかに勝っていると、そういう立場で、主張しておりますので、ぜひそこを、で、基調報告で偉そうに書いてましたが、その技術的なことをちょっとだけお話ししようと思ってたんですが、ちょっと今まだプロジェクトの段取りができてないので、住民の皆さんからの、報告を先に進めながら、ちょっと準備ができたらそういうことも、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、今日参加がですね20団体、67名ですかね、今参加いただいてて、本当にコロナ禍で、なかなかリアルに集まる、ネットではいろいろつながってたんですが、そういう状況だったので、今日は、20団体皆さんというわけにはちょっと時間的にいかないので、中から大体8団体ほど、お話をしていただこうと思っておりますので、基本的に北の方から順番に話をいただこうかと思っておりまして、江戸川が、冒頭、江戸川の太田さん、お願いできますでしょうか。前に来て話をしていただけますか。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。江戸川の航空機の都心低空飛行に反対する江戸川区民の会の代表の太田と申します。江戸川区の清新町というところに住んでおりまして、一番江戸川区の中でも飛行機の騒音がうるさいところです。で、私は2014年から航空機騒音問題に関わっておりまして、ご存知のように南風悪天候の時に羽田への着陸便が江戸川区の上空を縦断しています。で、私の住んでいる清新町では上空約600メートルの低空で騒音がひどかった、今もひどいんですが、で2014年の頃に、羽田の4番目の D 滑走路ができて、その運用が開始されまして、上空通過機がそれまでの倍ぐらいになったんですね。それで航空機騒音を考えようっていうことで考える会を立ち上げたのですが、同時にその頃から新たに羽田の新ルートの案が提起されまして、内容を知れば知るほど本当にとんでもない環境破壊の案だということで、新ルート撤回を求める活動を江戸川区全体でしていこうということで、2016年に、区民の会を立ち上げました。で、江戸川区は従前から最も飛行機の騒音の影響の大きい清新町に独自の観測局を設けまして、騒音調査をしてきました。で、新ルート運用後も離陸着陸両方の騒音調査を行っておりまして、最近21年度の調査結果が公表されました。で、皆さんのお手元にその結果と国交省のデータも含めてちょっと取りまとめた資料をお配りしております。ご覧ください。で、見ていただけると一目瞭然なのですが、航空機の需要はまだまだ回復していません。徐々に回復傾向とはいえ、2019年以前の水準にまで回復し、さらに拡大する見通しというのは本当にまだまだ立っていないわけですね。で、それでも江戸川区上空の飛来機数は激増しておりまして、しかも年間を通じて全く飛行機が通過しなかったっていうのが20年度がたった23日、21年度が26日です。で、このまま増便していくことを考えますと本当にゾッとします。騒音は着陸便の方が大きくて、減便と新ルートの運用時間は南風悪天候の部分はそこ飛ばないので、若干平均をしてしまいますと
低くなっているんですけれども、低いもしくは同じぐらいですけれども、これからどんどん需要が増えて回復していけば全体としても大きくなることは明らかだと思います。で、国は当面従来の海上ルートで十分対応できると、そういう状況にあるということを認めながらも、多くの住民の反対がある新ルート運用を続けている、その理由を全然説明していません。唯一挙げているのが千葉県と の首都圏全体で騒音負担を共有するということなんですが、新ルート運用時間帯に千葉県上空を飛ばさない約束をしているというふうに言っていますが、今までの説明会では一切そういうことは言わなかったですよね。それで、千葉県の負担軽減はもちろん必要なことではありますけれども、荒川ルートについて言えば、全然千葉県上空の騒音というのは非常に低いっていうかね。で、私たちのところが一方的に負担が増加しているということが言えると思うんです。で、もう一つぜひ知っていただきたいことがあって、今皆さんにお示ししている資料の裏側に新ルートの資料を入れてありますけれども、同じ滑走路を北風運用で扱っているんです。で、荒川ルートを取らなければならない理由が CD 滑走路からの離陸便が競合しないようにということだったんですが、実際の航跡図を見てみますと、D 滑走路からの離陸便は早くに南に旋回して、 C 滑走路からの離陸便と接近する例はもうほとんど見られません。私が見た限りは全然ないです。で、説明会でもこの点を今日追求したんですけれども、どんな機種にも対応するということと、飛んでみないとね、早くに南側に旋回できるかどうかわからないというような説明なんです。で、私たちは陳情繰り会に挙げてこれらの問題を説明しているんですけれども、区議会の過半数を占めている自公議員は、私たちの主張は分かるとしながらも、羽田の機能強化は必要、騒音は大したことないって言うんですね。住民の安全安心のために国にはいろんな対策を要望していくけれども、撤回や中止を求める気はないというふうに表明しています。で、ぜひ来年の区議選では見逃さなくてはいけないと思われるぐらいの批判票を多くしていきたいということで、今後とも頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。それではもう一方、豊島の吉田さん、豊島の空を守る会、考える会です、失礼しました。吉田さんお願いします。すいません、いきなり来て、豊島の空を守る会の吉田と申します。豊島区の上空の飛行はですね、板橋の方から飛んできた C 滑走路への飛行機が、有楽町線の千川駅の上を上空を抜けまして、それから西武池袋線の、東長崎と椎名町の間を抜け、大江戸線の落合南長崎の上空を抜けて新宿区の方へ行くというのが状況です。したがいまして、非常に運動として困難なのは、そういう豊島区の西部地域、ここの一角を通っていくという形になりますので、そこの住民は大変な状況なんですけども、なかなか広がりきれない、そういう問題を抱えて運動をやってまいりました。ただそこの住民に対してみれば、住宅街、もう他にいないんだけど住宅街なんで、その前で、教育施設や学校や保育園、老人施設なんかもある、その真上を、騒音、それも皆さんご案内の通り威圧的な、そういう音が立てながら飛んでおります。で、さらに、車輪を出すのが
例えば成田に行くときはご案内の通り、九十九里の上空で出す落下物の関係があるので、そういう話になっています。で、多分、この都心上空の被害圧については、制限を設けないということになってたわけですけども、多分新宿あたりかねなんて話をしていたら、実際に動き始めると、豊島の上空でもかなり多くの飛行機の車輪出しが見えたという状況になっています。もうご案内の通り多くの落下物、そういうことがもう現実に起きているわけですよね。という中で、海外便が飛行機の氷なんていうのは海外便に多く高い上を飛んでくるので、そこで多く見られるので、それが今後回復するに際して多くの事故、落下物、そして、騒音、その中で我々は、生活をしなければいけない、そういう状況にあるわけです。で、ここの問題をきちんと宣伝をしていこうということでリーフレットを作って、それぞれの駅頭で宣伝をしながら運動を作ってまいりました。さらに陳情を何回も行いながら、昨年の今年の3月には、陳情で飛行機の便数がコロナ禍で減っている中で、一時中止をして見直しをするようにということを豊島の区議会として意見書を出せということで陳情を行いました。ところがですね、これが否決ということになります。で、議員はやっぱり動揺をするわけで、直下の議員なんかはね、住民に対して住民がこの問題で、不安を抱えているということは分かるかと、こういう言い方ですね。ただ、国土交通省が固定化回避の検討をやっているという状況の中で、国交省の状況をしばらく注視をすべきだという意味でこの意見書は不採択という形でですね、やられました。ところがですね、もうご案内の通り国交省のこの固定化回避の検討委員会全く中身がない、そういう状況なわけですよね。で、ここをきちんと暴いていかなきゃいかんというふうに今考えているところです。それで、国交省の方は、先日もうその国の力によって、全国配布、ご案内の通りね、それぞれの区ごとに違う内容のビラを巻いているわけです。しかしその中を読んで、ちゃんと読んでいけば中身が何もない、1期だったら問題はないけど2期だったらまだ分かんない、何をいつまで何をやってるんだ、いつまでに結論を出すんだ、何もないんですよね、という、それが現状なんです。ところがこれをテコにしながら、まあ、検討してんだからねという話でやられてるわけですよ。ですから、11月の区議会に対して、この、欺瞞的な国交省の内容について、豊島区としてきちんと、国交省は教室型の説明会をやって、国交省がその一方的にビラを流すんではなくて、きちんと口頭でどういう状況にあるのか、検討中だというのはどこが問題で今できてないのか、そういうことも含めて、そして住民からの不安不満をきちんと聞く、そういう場を作るべきだというふうに意見書を提出する予定であります。何としても国交省の、その場を逃げ切ろうとするこの固定化が欺瞞的なのを暴きながら、反対の声を少しでも大きく作っていきたいというふうに申し上げまして、豊島からのご挨拶に返させてもらいます。共に頑張りましょう。豊島の空を考える会の吉田さんでした。ありがとうございました。すいません、それではちょっと前後しましたが、私はプロジェクターの準備ができたのであまり時間はないのですが、簡単に先ほど申し上げた2つのテーマ、1つは新ルート使わなくても飛ばせるという、これお伺いになりましたが、昨年海江田代議士が国会質問の回答があったところにも絡むのですが、非常に簡単に言うと、飛行機っての感覚っていうのは、後方乱気流っていうのが飛行機が発生させるので、その後ろをどの程度開けて飛ばないかと、
そういうのに基づいてもともとルールがあったんですね。それが2年前に、改定が施行されて、実際にもう2年前の11月から本番運用がされていると、そういう実態がございます。ですから、その考えに基づくと、少なくとも今回国交省が計画した増便量程度はどうにでも裁けるはずだ。もちろん国交省はそれに対して反論を、最初はなんか中途半端にできるとかそういう部分的な回答もあったようですが、今はいや上が裁けても下はそうじゃないんだと、上の爪で飛ぶことはできても、それはむしろこう上でぐるぐる回るのを減らすためのものだとか、いろんな言い訳はしているようですが、でそのもう説明するとすごく大変なので、エキスだけ申し上げますと、これはパイロットのですね、パイロットの、すみません、管制協会です、管制協会、あ、ごめんなさい、管制協会の OB が書いてるかな、たちの協会なんですけれども、でもう文章は読みません。ここに2つの表がある。で、従来の基準とそれから今の基準、これだけ違うよと。で、実は従来の基準を超大型機、大型機、中型機、小型機で、先行の飛行機が飛んでる時に後行の飛行機が同じような場合に何回で開けなければいけないかと、まあ、そういう表なんですね。で、これ見ると先行 H だから、大型機が飛んでる時に後ろの中型機が飛ぶ時には5回で開けなあかんと、これが従来の基準だったと。ところがこれ今度は7コルドになってるんで1対1には対応しないんだけども、同じように先行機が大型で後ろが中型機の時には3回でいいと。例えばこういうふうに、詰めて飛ぶことができるというのがはっきりしてるんですよ。ですから、定量的にどれだけ詰められるかって話はもちろんあるんですけれども、44.7 万回の羽田の能力に対して 3.9 万回増やすという、その今回の羽田の増便計画の量から言えば、こんなことは何とでもなるじゃないというのが我々の、主張です。で、まあ、国交省は上は裁けても下は裁けないとか、下を計算する基準は全く別だからとかいろんなことをおっしゃってますが、それが一つですから、もう飛ばさなくても、他の代替案ももちろん我々持ってますが、これだけをもってしても従来ルートに戻してもちゃんと国交省が言ったんです、増やしたい計画ができるじゃないかと、これが一つです。で、続いてもう一点は、その、固定化されて今の検討会に任せておくと固定化されてしまうという話ですね。で、これに関しては、まあ、これ国交省の説明が、要は今最新の5回やるときに、最後入場するときに、なんとかこうやってぐるっと回って入れると、いろんなことを今言ってます。で彼らの話を聞いてるとですね、具体的にこれ今 JFK 空港、ニューヨークので、 JFK 空港がですね、1本の滑走路においてこれ光が、ごめんなさい、これが滑走路ですね、 JFK ので、こっちから南の方から侵入してきてグイーって入る、この実際に運用しています。で、1本はこれはできると。で、今回、新ルートを彼らが検討しているのも、こういうのを参考にしながら検討していると言ってるわけです。で、これはもう皆さんよくご存知の全体のその新ルートの運用ですけれども、これに対して特に南風ルート、これは満天さんがいつも地図に書いてるのをちょっと使わせてもらってますが、まあこれ自身はそんな複雑な話じゃなくて、まあ日本のルートがあって、南風でこういうふうに回りながら降りてくるという話ですよね。で、これにですね、私がこ、JFK の状況をはめてみました。で、そうするとですね、こういう話が出てくる。そのさっきぐるっと回ってるのは右回りでしたから、これ C 滑走路の着陸に対して同じスケールで JFK の降り方を混ぜ、はめてみるとこんな降り方になるんです。確かに陸路を回避できる、ほとんど、まあ、ここまでどうやって飛んでくるかはここ分かりませんし、ちなみにこういう、ですね、ところが国交省も1本は結構もう検証できたと言ってます。しかし今回の肝は2本同時に下ろすことの難しさなんですね。これは国交省もこれからのまだしっかり課題だと言って、
で2本を下ろすとどうなるのか、仮にこの1本をギリギリシーカス走路に下ろすとすると、運用上ここでまずこの降り始めのところは3回 5.5 キロ離れていなきゃいけない、こういうルールがあるんです。そうするとこのポイントどこですよ、もう増上でほとんど東京ターンのそばなんですけれども、こっから A 滑走路に向けてブイーッと入っていくと、これがもし日本を下ろすとしたら、もしこれよりもちょっと北の方で上の方でやったら、それこそ東京のど真ん中だから彼らもそれは考えにくい、まああるいはずっと北の方で今こうやってるのをもう少し変えるとかいうことはあるかもしれない。でも彼らがとルート回避って言ってるから、やっぱりこれを多分一番考えてるっぽいと私は思う。でそれ今こちらにおっしゃるあの小池先生もいらっしゃったところで、あの国交省と9月に話をしたんですが、否定はしないんです、こういう考え方。決して彼らは絶対ここだとは言いませんけれども。でじゃあそこでさらに言いました、まあ1本は確かにうまくいくかもしれないねと、でも彼らも技術的に難しいというこの2本目をどう下ろしていくか、彼らはこれからの課題だっていうし、まあご存じ航空評論家の杉井口さんに言わせると、そんなことできるわけないじゃないかともうおっしゃってますけど、でその時だから国交省に来ました、もしこれができない時は A 滑走路に下ろすのはできないとか、 C 滑走路はこれで A 滑走路はそのまま下ろすということも考えられるのかと、したらあり得ると答えています。だからこの会場のこの回しルートがうまくいかなければ、これとこれになる可能性も十分考えられる。それともう一つはっきりしたのは、今も ILS ルートでですね、視界が不明瞭な時に電波誘導で降りる、これはいくら検討会やっても関係なく、今も ILS ルートはルートで2本降りています。これは変わらず運営します。だから結論から言うと、抜本的にディグローを回避するってことはもう彼らの検討会の中でありえないってことなんですね。一番その彼らが思い通りにうまくいったとして、た場合にはその品川港が特に中心で犠牲になって、という形になるという状況が実際のところでございます。もう時間があれですので、あの細かくこれ国交省が配布している資料にも当てはめてみると、ちょっと薄いですけど、その緑の線ですね、この緑の線が港品川で、従来のこのルートに対してさっきの絵を入れると、こんな風に増上寺のとこからこういう風に回ってきて、ここの交差するのは大体やっぱ大岩ちゃんだりだと思いますけれども、だからあの今小池議員がお住まいの近くも、まあ、相変わらずやっぱり通るということになるんだと思います。はい、で、すいません、もう技術的な話はこれで終わります。それで今プロジェクトとしてはやはり、今新宿と品川で区長選挙が、品川にあたってはもう再選挙という形になっておりまして、まあ、プロジェクトとしては今の2点を全ての候補に、出して、ぜひその立場で区長になったら反対を国交省とやってほしいというお願いをして、先週までに大体情報が集まりまして、まあ、新宿はもう1対1の対決なんであれなんですが、与田可念さんが賛同して、品川の場合はお三方賛同していただいてるんで、まあ、あのこれから次の、今週は羽田の反対の立場を参加だともよく分かって、どなたはなってもいいんだけども、なんとか羽田の区長、羽田反対の区長を実現するためにぜひ、もう我々の立場は政策全体をどうこうする立場にはないので、他のことは全部棚上げして、ぜひ羽田のために一本化してもらえないかと、そういう形でこれからちょっと動きをしようとしているところです。以上、あのプロジェクトとして今考えていることと具体的に動いている状況を報告させていただきました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、北の方から豊島までやっていただきましたので、渋谷の空を守る会の太郎さんに、ご発言をお願い。渋谷の空の守る、渋谷の空を守る会は、そこに座っているあの須永さんが、共同代表3人、であのやっておりますが、須永さんが今タクの応援に派遣中という頑張っているんで、代わりに私に報告しろと、こういうことで、報告させていただきます。私たちは、会員数が60名ぐらい、約60名、やってることはあのチラシを、格好配布を何回かやっておりますし、
街頭宣伝、駅を中心とした街頭宣伝を月に1回やってきましたが、コロナでちょっと中断して、おります。時々になっております。それから、区議会と区長への働きかけ、こういったこともやってます。その成果は次に述べます。先ほどもご紹介ありましたけども、感覚が離着陸の感覚が短縮できることになったということをようやく国交省が認めましたので、それを根拠にですね、渋谷区で昨年の10月、羽田新ルートの運用停止を国に求める意見書というのを、出しました。初めてこういうことが可能になったわけです。そこで言ってるのは、現在の管制システムであれば需要が回復しても従来の海上ルートでの増便が可能であることを今年6月25日付、今年というのは昨年のことですね、6月25日付の国会答弁で認めているように、都心上空を通過して着陸するルートの必要性の根拠はなくなった、そして早急に運用の停止を検討するよう強く求める、これが意見書です。この画期的な意見書ですね、これはやはり私どもが努力してきた区議会議員との信頼関係、それからまた、先ほど来出てます、町会長の、署名を取って回ったこと、過半数の町会長が、署名してくれた、また採決にあたってはですね、各与野党を含む各議員にロビー活動をして、説得して回った。それから各、採決にあたっては、ローカル政党である渋谷を笑顔にする会という、ローカル政党がありますが、これが与党なんですけれども、区長の与党、ここの方に、西部アピックを取ってもらった、こういうことで、議会選術もかなり考えた作戦で行ったところ、この意見書に結実したと、こういうことになります。こういう、それからもう一つ報告したいことは、これは先ほど来も出てますが、教会の落下、今年の3月に渋谷区の北部の本町というところで、テニスコートに落ちた教会です。ご存知の通り、国交省は、この疑惑の起きた航空機に氷の跡がついてないと、かすり傷が見られないということと、それから実際に飛んだ航跡が、テニスコートと350メートル離れてるから、これを疑惑の飛行機が落としたものじゃないと、可能性が非常に高いということで調査を打ち切りました。で、我々は悔しいのは、渋谷区長がこれをちっとも追及しないんですね。私たちが区長に会いに行って、これをどうなんだと言って、ようやく区長は質問だけはする。ところが、国交省のその回答に対して、もう打ち切りましたということに対しては一切、もうそれでいいということでやめちゃうんですね。実際は、風速だとか風向きだとかいろんなことを計算に入れて、コンピューターで計算すれば、シミュレーションすれば、可能性は何だったとか、一番高い可能性がこの飛行機だということはね、分かるはずなんですよね。それを国交省に求めない、これが現在の区長の姿勢です。渋谷区長は、非常にそういうこの問題については冷淡です。議会では都心低空飛行は国が決めることで、区長が是非を言える立場ではありません。国に撤回ないし中止を求める考えはありません、繰り返し繰り返し答弁しています。それでなお、私たちが個別面談したときは、こう言ってんですね。これまでは羽田へは
これまでも金台は大田区の上を降りてきたのに渋谷区の上を飛ばすなとは言えませんと、こういうことをすごくつぶやいて、まあ、これはもう公式の発言ではありませんが、言ったことはこの耳で確かめておりますので、まあ、こういうような、まあ、無責任というか、冷淡な態度ね、しかもその、都心低空飛行は何をもたらしての恐れがあるのかということを全く考えない、この見識の低さ、こういう区長は、変えなくちゃいけないと。来年の4月に空気汚染議会の選挙がありますので、ぜひ方向転換をしてほしいと思います。それから太郎さん、そろそろ締めてもらいます。はいはい、はい、じゃあ、最後です。経済成長最優先の白線、これは国政の話です。まあ、国政と都政と区政が結びついている、住民の犠牲を承知でこれを受任限度だとする、今さえ良ければ、自分さえ良ければそれでいい、後のことは知らない、さっきの評価についても、やっぱりああいう小さな、インシデントが重なれば必ずどっかでアクシデントにつながる恐れが極めて高いと、まあ、こういうことをね、やっぱり訴えていきたいと思います。まあ、今日のような集会がさらに発展して川崎市を含む全都規模での大抗議キャンペーンを繰り広げられる日が早く来るように、願っております。以上です。ありがとうございました。渋谷の空の太郎さんでした。清水さん、港の松戸さん、今日ご発言の準備ありますか？はい、はい、じゃあお願いします。あ、どうもこんにちは。港の空の真ん向かいの松戸です。今日はですね、特に町会長さん、それから自治会長さんと連携したですね、議会の取り組みを中心にして発言したいと思っています。で、この場合港の空の真ん向かい町会はですね、去年の6月の、議会の時に名称としては、ね、港区して港区住民勤労者学生を対象とした実態調査を行ってほしい、もうそういう庁の声明をですね、18町会、自治会と共同して出しました。で、議会では全員、全会一致ですね、可決されて、その後、港区として実態調査を始めました。で、去年の11月、今年の1月1ヶ月ですね、区としてこういうアンケートの調査項目を作ってですね、全国いませんね、区の施設、それから駅、そういったものに配りました。で、回答はですね、全体として743通がね、返ってきました。で、中身はね、区と区の調査項目の集計項目はあんまり少なかったんですね。で、私たちが調べて、この後分かんないなと、反対の方、賛成の方分かんないなということで、区はですね、こういう全文書、こういうホームページで出しました。営業で出すかすげえ細かくてね、わかんないと。その事情を区として、事務局中心にですね、すべて読んでですね、分析しました。まあ、そういった形ですね、そういった取り組みをしてきました。で、特に私たちが調べた段階でさ、区のね、調査では、気候がね、賛成か反対全然集計されてないんですね。それから、その他という項目がね、300もあって、よくわかんない。まあ、そういうことだって分析したわけです。で、私たちの、私たちの調査では、743通のですね、気候に反対するのがね、648人、8件、約 87.2% で圧倒的でした。それから総日で477件、要素見直しは238件、低空飛行への不安というのは217件、で、驚いたのが国交省への不安というのはですね、201件もあってですね、まあ、そういったこともあって、この間、特にその国交省に対する不満だとか、よくわかんないとか、先ほど言われましたけど、全国に配られたチラシ見ても、区民の人はわからないということが、
会議を呼びされて、じゃあそれについては今度国交省に対して、説明を求めるんじゃないかと、まあ、これは今年の6月の議会で、24兆回、5兆回と3兆1兆請願出しまして、でそれを取りました。で、区長、それから議長を合わせて国交省に対して、ね、説明会をやると、まあ、そういった要望書が、ね、出されています。まあ、今現時点では回答がないので、今後どうするかということで、今議会の各会派が、ね、来週か再来週で懇談を持って、今後の運動をどうするか当初詰めようということで今準備しています。それから会はですね、常に町会や町会議会に対してですね、ニュースだとかイベントのチラシをね、毎回に送っています。まあ、そういったこともあって、この晩町会ではね、約15町会が町会の掲示板に我々のチラシなんかをね貼ってくれるようになっています。まあ、そういう意味では私たちがさっきの、今回も何とかな、会のね取り組みが住民だとか町会にやっぱり引き渡って、反対の、ね、声がますます起こっている。それから多分国は諦めようと思ってるんだろうと思っていると思いますけども、それにかかわらず、ね、皆さんそういう運動をしてみています。で、私たちも月1回の宣伝と、それから今結局配りました、こういうリーフレットを作って反対の、ね、署名も引き続き今集めています。で、いずれにしても、私たちは気候を、ね、中止するために運動を続けますよと、私たちは国会や区議会にも伝えてありますので、引き続きですね、皆さんと一緒にやって運動を進めていきたいと思います。よろしくありがとうございました。はい、ありがとうございます。港の空を守る会の松尾さんでした。次、大井町の柏山さん、お願いします。横塚さんに変わりました。はい、横塚さんに変わりました。あ、そうですか。横塚さん、じゃあお願いします。で、次が川崎の橋本さんになりますので、すみません、あの時間もあれしているので、前の方に、準備しておいていただけますでしょうか。よろしくお願いします。次の一緒に発言する。はい。では、品川というといつもあの秋田さんにあのお話しいただいてますが、今回大井町に、団体がありまして、大井、品川のね、で、羽田新ルートは絶対反対、大井町周辺住民の会から発言をお願いします。よろしくお願いします。皆さん今日ご苦労様です。私たちあの、今ご紹介いただいた横塚と申します。それから会長の酒井さんがよろしくお願いします。まあ、今あの港区の方が、まあ、苦情のね、あのアンケートで、あの港区は区のホームページに700件ぐらいの、まあ、苦情のあの集計が出てるっていうふうにおっしゃってました。で、それがすごい力になってるっていうふうにおっしゃってましたけども、私たちも今年の6月にあの都市計画課にですね、あの苦情の集計があるかどうか、あの取れたところありますと、そしてあのじゃあどうすればその情報はいただけるんだって言いましたら、まあ、情報公開請求書を出してくれればあの出しますよということで、出しました。そして結果として、まあ、約600件近いあの苦情のデータがあの私たちの手元に入りました。で、あのお手元に飛行機の落とし物はどこへっていうあのビラを配ってありますけれども、その両開きに実際の苦情の具体的なデータが書かれております。今あの分析したところ、まあ、600件の中で騒音が190件、それから、視覚の不安、危険、つまりあの大井町結構高層マンション多いもんで、高層あのマンションの高層にいる方なんかは窓を見るともう飛行機が襲いかかってくるような、もう怖いというそういう恐怖感で毎日過ごしている方がいらっしゃいます。
そういう方が108件ですね。それからあと待機汚染が26件、落下物が13件、それから低周波音などの苦情が13件、それから行政への意見注文が18件。まあ、このようにかなり本当に織町から地上300メートルの飛行機が毎日飛んでるわけですけども、実際にこのようにひどい、毎日苦しい思いをして生活している区民の方がいらっしゃるので、私たちは品川区はこのように区役所に情報を提供を申し出て、こういうデータをつかんで、そしてこれを、ビラにして全国に配ると思ってます。まあ、すでに配っておりますけども、皆さんもぜひ他の団体の方も、おそらく自治体がこういうデータを収集していると思いますので、ぜひ各区役所にですね、環境課でもいいですけども、このデータを扱っているところに行って、このデータをもらって、それを、その区の方に、配布して運動を広げていくということが大事だと思います。ぜひこのことを皆さんに訴えたいと思います。以上です。はい、じゃあ会長変わります。私はこの羽田新ルート問題がクローズアップされていない問題がをちょっと言いたいんです。大都会の、真ん中、大都会の東京は人口が密集し、商店街が密集し、超高層ビルが断絶しているわけですよね。この中を低空で飛ぶ問題、これが今まで都議会の選挙、衆議院選挙、参議院選挙、その中で選挙の争点になったことはないんです。残念ながら、かなり、ここにいらっしゃる、すいません、マスコミの方手を挙げていただけますか。いらっしゃってます。はい、すいません、はい、1分でまとめてください。はい、はい、お願いします。そういうことでですね、私は今まで選挙の争点になってね、この問題、マスコミの皆さんにもぜひ協力をしていただいて、それぞれの候補者は言っているんですよ、反対ということをね、野党的な人は。ところが残念ながら大きくクローズアップされていないことの問題点が あると思いますので、ここのところをぜひマスコミさんにも協力していただき、今後訴える場合はそこら辺のことを意識しながら訴えていただければありがたいなと思っています。はい、ありがとうございました。大井町新年住民の会の方です。ありがとうございました。じゃあ橋本さん、お願いします。非常に大事なご指摘だったので、プロジェクトはもともとルート化の問題とともに、世界に冠たる国家の東京のど真ん中を大都市を通ることの問題を指摘、国政問題であるというふうに我々は思ってますし、もう一点おっしゃってた苦情をアンケートを区に出せって言えば出してくるという、ぜひ他の区でもやっていただければ。では川崎の会の橋本さん、はい、皆さんおはようございます。川崎区のですね、略称区民の会といいます。3ページのところに言ってますけど、私のところはね、先ほど井戸川の方の方がお話しされてましたように、飛び出す時の問題です。 B 滑走路からね、C
全て飛び立つのは川崎の多摩川を通って住宅街を通り、そして世界にまれに見る石油化学コンビナートの上を通ってフライトするというこういう事件になりました。コンビナートの上は皆さんご存知のようにたくさんの燃料と化学薬品、毒薬とかありますので、世界中どこでもこういうところは飛ばさないようにしてるんですね。しかし飛行機はですね、飛び立つ時に最大の速度を出しますから、ストレスが最高にかかるわけですね。この飛行機にね、燃料も満タン、これがですねものすごいストレスですから、事故になる可能性は非常に高いわけですし、世界にはいろんな事故例が出ているわけです。こういうところは危ないから飛ばさないということを50年以上前に当時の運輸省の橋本富三郎運輸大臣かなからと川崎市は約束して飛ばさなかったんですけど、この間のこのルート変更で飛び立つようになったということです。もう大変みんなですね怒ってるんですけど、うるさい危ないっていうこういうことですよね。ということで毎月1回ずつ川崎駅前で宣伝をしております。そしてですね、運営は私たちは月1回の世話人会というのを開きます。それから事務局会をやはり月1回開いて運営しております。私たちの運動はなかなかですね、この飛び立つ側の方の B 滑走路の問題ですから分かりにくいこともありますので、500円でですねこういうカラーのですね印刷物を作って皆さんに知ってもらうということで、まあ、100冊ずつ2回作りまして、また追加してんですけど、帰りにですねテーブルの方に置いておきますので、500円原価が490円ぐらいですから500円でお分けしております。30冊だけ持ってきました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ぜひ500円原価割れみたいですけれども、よろしくお願いします。じゃあですね、地域からの報告が基本的には今までで終わるんですが、区をまたいだ運動とか、お三方やっていただきますが、先に、一番冒頭はちょっと匿名希望の SR さんにですね、建物をお配りしてるんですけれども、そちらについてご説明を差し上げたいと思います。基本的には羽田プロジェクトは国交省の経済効果のために増便したいという気持ちは否定していないんですけれども、ただし、いや経済効果も出ないし、そもそも増便ってリスクがあるんじゃないのっていうところを今回、ご説明をしています。と言いますのも、今気候変動が世界的に大きな問題になっていまして、今までは例えば環境系の仕事をしている人だったり専門家だったりが、その GHG 温室効果ガスの排出を削減しようということを強くメッセージをしていました。しかし今、その資本主義のゴンゲとも言うような金融機関も投融資先に対して脱炭素化を求めるという具体的な動きが出てきています。でそれに対して、日本の金融機関も含めてその投融資先、特別に航空会社も含まれますけれども、そこに対して脱炭素化を進めていこう、そのためにどういう転換を求めるべきかというところの議論もかなり進んでいるんですね。でその中で、今年の3月に気候変動に関する世界最大の投資家向けのイニシアティブであるクライメートアクション100プラスというのが航空業界に対する警告というものを発表しました。どういうことかと言いますと、今持続可能な航空燃料を廃油で飛ばすと言ってますけれど、あれの利用っていうのが航空需要の 0.1% 未満しか今満たしていないんですね。なんですが、2030年までに航空セクターの、航空業界のエネルギー消費の 16% 18% をその持続可能な燃料というものから調達しなければならないと。今 0.1% 未満しか満たしていないものをあと 6、7年で、20% 近くにまで持っていかなければいけないと。結構これ厳しいですよね。で、持続可能な燃料、いろいろ
もちろん推進されるべきではあるんですけれども、ただいくつか懸念事項があります。一つは、燃焼している時には温室効果ガスを出さないものもあります。ただし製造の時に本当に出ないかって当然出るんですよ。なのでその結構工夫がその製造工程で必要になりますと。もう一つ、今その、世界的に人口増加と、エネルギーと食料需要が上がっています。その中で土地っていうのは限られていますから、じゃあ食料の代わりに飛行機を飛ばすためにバイオ燃料を作ろうっていうところにどれだけの人が賛同できるかっていったら結構厳しいですよね。加えて、単一品種を植えることでの、生物多様性だったり、病害だったりっていうところに関する懸念もありますっていうふうになった時に、本当に持続可能な燃料があれば増便ができるのかっていうと、現実的にじゃないだろうなって、皆さん思われると思うんですね。でそれはやっぱり金融業界の皆さんも思ってまして、航空業界が一番その低リスクかつ最速で 1.5 度目標を達成するための方法っていうのは需要の抑制だと言ってます。で、真ん中に書いてあるんですけれども、ある程度その持続可能な燃料の利用が進むという前提であっても、出張は2019年水準に抑える、レジャー目的の6時間以上の長距離便を2019年の水準に抑える、可能な限り高速鉄道インフラ、例えば日本だったら新幹線ですとか、そういったものに需要をシフトさせていく、加えて求められるレベルまで持続可能な航空燃料の使用を拡大できない場合には、さらに需要の抑制が必要になってくるんですね。で皆さんご存知の通り、金融業界っていうのはしょっちゅう結構倒産してますよね。破綻したりとか、もともとその外部に、外部環境の変化に弱い業界ですし、資金調達ができなくなるっていうことは、業界としてかなりリスクが高いですよね。で国交省がどれくらいこれを理解してらっしゃるかわからないんですけれども、国策として航空会社の首を絞めることになりかねない増便っていうものを本当に進めることができるのか、私はとても疑問を抱いています。で、この上でちょっと皆さんにちょっとお願いしたいのは、私の名前は出さないでいいんですけれども、ちょっとここに書かれている内容を皆様には広げていただきたいっていうのが一つと、裏に参考さんのところに、持続可能な未来のために飛行機と鉄道が協力して脱炭素化を進めてくださいと 書名を集めています。こちらにちょっとぜひサインをお願いしたい。でもう一つ、ちょっとこちら議員の皆様にお願いなんですけれども、共産党さんの時は含めて、一部の会派の方が、鉄道と、航空の協調、例えばその短距離便を廃止して全てその新幹線に置き換えるとか、そういったことを昨年から検討いただいているというふうに聞いてはいるんですけれども、もうちょっとそちらをスピードアップさせていただきたいなというのが一つ。もう一つは、こちら、裏にもいくつか名前を挙げていますが、日系の金融機関というところも賛同しています。ただ例えばその DBJ 日本政策投資銀行だったりだとか、結構その政府系のところの賛同がまだ弱いなので、その羽田問題に限らず気候変動への対応という観点でやっぱり参加を呼びかけていただきたいというのが2点目。ちょっとこれは立憲の議員さんが入られたので、アクスさんに代わりにちょっとお伝えしますけれども、これって航空業界にとっても知るべき話だと思うんですよね。なので、例えば航空連合なんかも支持母体かと思いますけれども、こうした単純に今までのように飛ばせば儲かる、飛ばせばなんかこう発展するっていう時代じゃなくなった今、ちょっとこうした観点も含めて今後 その羽田問題も考えていただきたいっていうところを私からお伝えしまして、こちらで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ用意している間にですね、前回の進行協議で、裁判長がもう一回進行協議やりましょうと、でその次からまた口頭弁論という話になりましたので、多分年末年始かな、大きな会場で法廷でやることになると思いますので、ぜひ皆さんご参加ください。で、ツイッターにも羽田問題訴訟の書き込みを載せてます。あと弁護士が一人増えまして、意欲のある弁護士が一人増えまして、7人体制になりましたので、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。
タックたちから説明します。羽田表訴訟の場合でございます。2020年の6月に原告29人で提訴いたしました。そこから2年3か4ヶ月ぐらい経っております。裁判の現状について、5分という時間制限がある中、簡単にご報告させていただきたいと思います。今年に入りまして裁判長交代しました。で、今は口頭弁論ではなくて、マスコミの皆さん含めて傍聴できない進行協議が続いている次第です。非公式ではあるんですけれども、原告被告が提出した主張なり、証拠なり、双方、この場合は原告被告ですね、双方とも同意している部分はどれか、つまり裁判の前提条件、これを、整理するステージだというふうに皆さんにご理解いただければと思います。極めてシンプルに言えば、羽田新ルートの運用の根幹になっている AIP チャートの取り消し、これだけじゃないんですけど、などを我々は求めています。この AIP チャートの取り消し請求とは、行政事件訴訟法に馴染むのか、このことを処分制と言います。そして、原告は行政事件訴訟法に基づき提訴する資格を持っているのかどうか、これを原告適格と言います。今年はこの2大テーマに基づいて、去年までに提出した訴訟主張書面などで、裁判官がこれ不足していませんかと示唆した具体的なテーマに関して、主張を今補充し続けています。処分制と原告適格の関門を突破して、初めてようやく違法適法の議論になる、つまり土俵に上がれるというのが残念ながら日本の裁判の流儀です。僕らよりも遅い提訴でありながら、すでに一審判決が終わり、高等裁判所に控訴したんだけれども、その提訴取り下げで裁判終了とスピード決着した事例もあることは事実です。つまり裁判官としては、その気になればいつでも進行協議を打ち切り、証人尋問を行わず決心して判決を書くことが可能なタイミングを迎えていることは残念ながら事実です。そんな中、裁判官から、ホニャララをテーマに、主張を補充してくださいと次々要望を受けておりますし、それに対して裁判官が期待するクオリティを保ちながら、僕の理解するところでは、それは最高裁判例の趣旨と矛盾しないことだと思っておりますが、という形で適切に回答し続けているからこそ、逆に進行協議が続いているんじゃないかと自分は受け取っている次第です。次の争点整理は、今見ていただいたパワーポイントの方にもありますけれども、今週金曜日28日でございます。前回裁判所から、原告主張整理表なるものを渡されて、これにのっとって新たに、データを出すということになっていく形です。その整理表の構造から推測するに、裁判所は処分制を認める前提で、墜落機落下物の原告適格と騒音の原告適格、双方とも原告一括ではなくて個別に判断したいんじゃないかというふうに見えます。そういう示唆があるとの前提で、今回我々は24時間エルデンチというやり方ではなく、単発最大騒音値の推計を29人分の原告全員分に対して、提出しました。それはすでに提出した、東京都環境確保条例とか建築学会の騒音ガイドラインとかという、客観的な裏付け資料とセットです。東京都環境確保条例とは、以前阿久津先生にもご説明したことあると思いますが、これに基づいて環境基準よりも厳しい排ガス規制を日本国政府に飲ませた実績がある強い条例です。これが、裁判官の判断基準になるかどうか、これは騒音問題が争点になった場合の注目すべき点になると思っています。そんな感じで、時間内会決定しまいましたので打ち切らせていただきますが、
ご質問等あれば個別に回答させていただきますので引き続きよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、少々言うと思います。それでは、発表としては最後、下校時の安全を求める会で川崎、品川でやってるんですが、強力なバックアップをしている須永さんから発言をしていただきます。これが今日やっぱり大きな話だと思いますので、はい、はい、須永でございます。3月13日に子どもたちの下校時に評価会がありました。それを機に下校時の安全を求める会というのが発足しました。品川区の橋本悦雄さんも私もそのメンバーです。2人で8月6日から品川区の町会長署名を集め始めました。橋本さんは元教師で、小学校教師で、今日は時間講師として小学校で教えています。非常に丁寧なやり方をする方で、彼の人間力が本当に良い結果をに導いたというふうに私は思っています。私は代わりに報告します。請願を出しました。その請願の用紙は、航空管制方式の変更により、すいません、ペーパーに基づいて説明してますので、航空需要は回復したとしても羽田新ルートは必要がなくなったと、40年前品川区民は飛行機損を押し戻したと、受け継いだ環境を次世代に継承するように、星野人が好きな言葉は継承したいように声を入れまして、品川区議会は国に対し早急に運用を停止するよう意見書を出してください。これが趣旨です。請願の賛同の、町会、これ個人じゃなくて町会長あるいは町会としての署名です。個人の方はすいません、お断りしてます。エバラのある町会長は署名をして良いかその周囲の人に相談する結果ダメだったと、よって署名はできない。しかし石田さん、区長選挙に出てきてます。石田さんにはこの請願は採択されるべきだと言いますということを言ってくれました。過半数の町会長の署名簿は請願とともに先週金曜日に提出しました。そしていろんなところを報告に回りました。自民党と区の担当課長は重く受け止めるとしました。公明党の幹事長は今回の報告はあんまり聞いてないような雰囲気だったんですけども、固定化回避検討会の、着陸の曲線部分は品川や港区の上でこれができたとしても両区は回避できませんよと、さらに視界の悪い時は北からの直線収入が残りますよと言ったところですね、唖然としたように私には感じました。ここで航空管制の方式の説明をします。2019年に東工大の八重副学長は混雑空港の、管制能力を25年には2倍するという計画を発表しました。この施策の目玉は後方ランキングの精査です。先ほど大村さんが説明していただきました。そして、先ほどそこに出ましたけども管制協会のレポートがありました。これはまさに八重教授の計画を裏付けるものでした。2020年の11月にはこの精査で到着機出発機の間の高密運行ができると、欧米と合わせた成田羽田で運用しているというふうに記載されています。それで海田先生からの国会質問書で陳書でこれが裏付けられました。しかし数字はありませんでした。そこで、航空局の上級官僚に電話しました。調査官という人ですね、課長と係長の間です。そこでのやり取りがこれ録音してあります。2020年11月の改正で大型機と中型機の後ろは1マイルずつ詰まるようになったと、1マイルの飛行時間は30秒であると、すでに運用していると国際基準に合わせているという回答を得ました。さらに5月3日の日にシールドの着陸体制のつまり車輪を出した飛行機が飛ぶ実績を見ました。それによると1分30秒を切るものもありました。計画では2分です。上級職員の話を裏付けるものでした。30分で17便飛びました。新宿区の
環境課の課長が私の話の裏を取るべく国交省に問い合わせをしました。そうしましたところ、国交省は2分を切る間隔でを飛んだということを認めました。つまり国は2014年頃、まあ計画した、これ何年か分かりませんけど、計画した当時は C ルートは1分30秒、ごめんなさい、1時間30分飛ばす計画だったんですね。それに対して2020年に規定が改定されて飛行機の間隔が詰まるようになったんです。にもかかわらずその改善を利用しないで既得権がごとく新ルートを飛ばしているということになります。品川区生活者ネットの開発室で報告しましたところ、杉江さんは羽田で詰まる方法を以前説明しましたとおっしゃいました。そうなんです。2019年にキュリアンで離陸機のパイロットと管制官の無駄のやり取りをなくせばこれだけで羽田問題解決するという説明されたんです。他にも2つ方法あります。海上ルートで増便する方法は計4つあります。しかし我々は基本的には羽田空港の機能強化をやるんであればここでできるじゃないかということで、機能強化そのものを別に肯定してるわけじゃないです。やるならこれ今相手とのやり取りで相手を論破するためにそういう案を出しているわけです。で、私たちの活動は終わったわけじゃありません。品川区議会の、議決内容によってはこれは我々署名を集めた責任として、それが不本意であれば101人の町会長さんに報告に回ります。そのことはすでに自民党と公明党の区議にはしっかりと説明してあります。以上です。ありがとうございました。それで市民からの報告は一通り終わらせていただきます。それで、今福島みずほ議員が駆けつけていただきましたので、時間がないんですけれども一言ご挨拶いただきます。どうも皆さんこんにちは。長く長くそして凄まじい騒音や飛行に対して、地道な活動を各地域で各区でやってらっしゃる皆さんに心から敬意と連帯の挨拶を差し上げます。遅刻をしてちょっと申し訳ありません。ちょっと委員会とヒアリングがあったので本当に申し訳ありません。で、本当に新ルートって意味がわからないというか、今もこう筋が悪いよねと話をしていたんですが、なぜこういうことをやったのかわからない。で、国土交通省と交渉をしても明確なことってこう出てこないんですよね。あまり理屈が通らない。それと、本当に騒音もそうですし、それから氷の落下もそうですし、墜落やさまざまな落下が将来近未来に起きるんではないか、起きてしまったら大変だということをとても思っています。で、私自身もやっぱり騒音うるさいなって本当に思っていますし、新ルート、そして新ルートの固定化を許さない、元に本当に戻してくれという戦いを本当にやっていき、皆さんと国会の中でもやっていきたいと思います。で、先ほど裁判 の, 紹介が原告適格や今進行協議やってるという話もありましたけれど、裁判もしっかり支援して、そしてこれが真下で苦しんでいる人たちだけでなく、もっともっと東京都全体、あるいはそれぞれ区の全体、あるいは来年都知事選挙がありますが、もっともっと大きな争点になるように一緒に頑張り、そして命と生活を守るために、新ルートを変える固定化ももちろん許さないということを一緒にやっていきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。どうも福島県の皆さん。で、先ほどちょっとご遠慮されてましたが、議連の元メンバーでもいらっしゃる阿久津前議員もいらっしゃいますので、一言。はい、すいません。ありがとうございます。板橋に住んでおります前衆議院議員の阿久津幸彦でございます。板橋だとですね、上空3000フィートから4000フィートぐらいなんです。もっともっと激しいところもね、皆さんの地域であると思うんですけれども、それでもギアチェンジをしたりするとですね、キーンと響く音がですね、耳にこう突き刺さってきます。皆さんと気持ちを共有していきたいと思っております。それから国会議員の先生方にお願いなんですけど、立憲民主党どこ行ったんだ、しょうがないなですね、先生方が取り上げていただくと、委員会で取り上げていただくとですね、その言葉一軸、航空会社に
きちっと公文書として流れます。で流れるとですね、整備部門やパイロットに至るまでそれが流れるんですね、ちゃんと。今住宅密集地の上をですね飛行機が飛んでるわけですから、落下物の問題やそういうのをですね抑えていく方法、今の方法は、頑張ってもらうしかないんですよ、航空会社に。だからそれもですねぜひ皆さんに継続してお願いしていただきたいなと。それから最後にですね、それをするにはですねやっぱりね立憲野党が乱れるとね、足並みが乱れると、もうしょっちゅうね、すいません立憲民主党はご迷惑をおかけしてるんですが、ぜひですね、野党共闘でですね政権交代実現するように、皆さんから押し上げていただきますようお願い申し上げまして、アクティブ機構からの、お願いさせていただきます。ありがとうございます。それで時間はほとんどないんですが、ただちょっとだけオーバーすることを、まあ、事務局にご了解いただきたいと思うんですが、で最初からずっとお付き合いいただいたお二方いらっしゃいますので、こう議論をいろいろ話を聞いてのご感想を、山添さんと田村さんに一言ずついただきます。あ、そうです、はいはい、どうも大変お疲れ様でした。最初から聞かせていただいて、いろいろこう起こってきている問題について各地で議会、それから行政に対する働きかけ、もちろん国政や都政も含めてですが、本当にそれぞれの地域での豊かな取り組みがあるということを学ばせていただきました。同時にそもそもこの問題をどうするのかということについて、ご提案の中身としては、つまり増便は必要かもしれないけれども、必要だとしても今の方法を取る理由はないと、あるいは別の方法がもうすでに様々工夫できるではないかという意見と同時に、そもそもこのような増便そのものが本当にそのままでいいのかっていう根本的な提起もあったと思います。私も元々言えばね、外国からの観光客をどんどん入れるっていうふうなスタートがありましたから、観光客入れるんだったら羽田に来るんじゃなくて、もっといろんな地方空港も活用したら枠としては使えるじゃないかっていうことを提起したこともありましたが、羽田使いたいっていうのは観光客というよりはビジネスなんですね。ビジネス客を、呼び込んで、東京に人と金と物を集めると、同時にアジアから、北米に行くようなそういうビジネス需要も羽田で吸収して、儲けたいということがあると思います。で本当にそういう方向ばっかりで良いのかということはやっぱり提起しなくちゃいけないと思いますし、また近距離の利用については東京大阪みたいな、ね、ところも含めて鉄道が、日本の場合にはかなり発達しているところもあります。発達しているところとローカル線でどんどん切り捨てるところと両極端ですけれども、そういう利用の需要のあり方ですね、国交省も本当に縦割りで、航空局は航空のことしか考えてないですね。鉄道局は鉄道のことしか考えてなくて、リニア新幹線ができたら飛行機の利用客はみんなリニアに移ってくると、そういう想定してるんですよね。でそれ自体ちょっとかなり空想的なんですけれども、しかし本当は交通の在り方全体をどう、構想していくのか、それもまた飛行機への対応としてもどうするのかということも含めて、やっぱり私たちも政策的にも提起していかなくちゃいけないということを指摘も含めていろいろ考えさせていただきました。同時にこれだけ今日お集まりいただいております。また街頭やいろんなところでアピールする上でもですね、多くの人がこの問題が起こっているということをいろんな場でご一緒に訴えていけたらと思っています。今日は本当にお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。田村君、今日は本当にありがとうございました。私この問題の出発した時に国会の決算委員会の方で、質問をしたことがあるんですけれども、その時にね、氷の落下なんて避けがたいじゃないかっていうふうに質問をすると、頑張って注意しますっていうね答弁があったんですけれども、今お話をお聞きしていても分かっているだけでも本当に被害が出ていないのが、出てないって言っちゃいけないのかもしれないけども、人的な被害にまでね行ってないのが奇跡じゃないかというぐらい落下が現在起きてるっていうことも含めてですね、これもう見通しがもともと違ってたじゃないかっていうことを認めさせなければならないというふうに思います。で同時にですね、私も国交委員会になりまして、改めてその全体のね、今国交省何考えてるんだってことを聞きますと、山添さんもありましたけど、その一極集中の解消が必要だって言いながら、一極集中させるような都市計画やその交通インフラ整備っていうところにどん
どんお金がついていくんですよ。それでね、地方の方はといえばもう皆さんの足になっているような地域路線が空気運んでるからって言って廃止しようとしているんですね。それってもう国土交通省の国土デザインの失敗じゃないかって思うんですよ。でそれにね、ますます拍車をかけるのがこのインバウンドでどんどん呼び込むんだと、本当ね、観光客が京都に押しかけて京都では観光郊外とまで言われるような事態がコロナの前はあったんですね。やっぱり持続可能な成長って何なのかと、今日気候変動の問題にも含めてお話ありましたけれども、この羽田空港の羽田新ルートの問題っていうのは、そういう大きな都市の在り方とか持続可能性とかそういうことも含めた本当に皆さんの提起になっているなということも改めて勉強になりました。同時にもうそれぞれの地域の問題として本当にさまざまに知恵を尽くして苦情がどれだけ集まっているか、これなかなかいいなと私も聞いててね、確かにこれ公的な資料になりますから私たちも見ることができるでしょう。いろんなことでちょっと現実に住民の皆さんがどれだけ苦しんでいるかっていうことも明らかにしていかなければならないと思います。この羽田ルートではやっぱオープンハウスってやり方がすごい問題になったんですよね。ちゃんとした説明会を開かず、それで皆さんがまとまって質問することも許さないと、ここでやるんだって、これ今調布のね外環道の陥没でも同じやり方なんですよ。被害が起きててもオープンハウスなんですよ。で住民の皆さんが説明会やれって言ってもやらないんですよ。だから国交省ね、このやり方やったらダメですね。このやり方でね、住民の皆さんの被害がどれだけかっていうことも覆い隠すやり方だと思うんですよ。オープンハウス的なやり方っていうのはここで説明すればいいと、ここで解決すればいいっていうやり方は、この手法も含めてちょっといろんな追及点が出てきたなと思っています。頑張って国交委員会で、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今も事務局と今約束しました10分には終了しますので、どうしても言い足りない、すいません、本当はもうちょっと情報交換したかったんですが、言い漏らしたこと、主張があるという方はどなたがいらっしゃったら、シュプレ飛行、すいません、シュプレ飛行の練習は前に出て、議員会館の前に出て、やるようにしましょう。この後有志で参加して国交省前で、ほとんど皆さん行かれると思いますが、アピール行動やるということになっています。練習はすみません、表でやる。10分にはこう終わりに本当にしますので、これは言い足りない、よろしいですか。じゃあ勝島山さん、品川さん、はい、私も不勉強なんですけれども、今日伺っていて、やっぱり国交省が千葉との約束だってそれだけを言っていて、しかしながら必要に下ろしませんよね。でその理由として、例えば今でも大国滑走路の案があるのか、あるいは、一部にアメリカ軍を含んだ軍事的な使用目的も考えているというようなことも伺ってますけれども、その辺で誰かとなくご存知であれば、推測でも結構なのについて伺えたらと思います。軍事利用だとかそういうことが羽田においても考えられているのか、将来的にですね、つまり国交省が下ろさない理由としてということなんです。それはいろんな見方があると思うので、ちょっとどなたかが解説できるレベルではないと思いますので、そういうふうにものを見てる視点も当然あるとは思いますけれども、今日のところはそういうふうに思っているということでよろしいですかね。はい、他にはございませんか。よろしいですか。今日は本当に限られた時間の中、国会議員の皆さん、それから住民の皆さん、たくさん、やっぱりコロナがもうほぼ明け始めたので、やっとこういう状況が作れてきたというのが本当の思いでございます。これからは、とはいえ、なかなか正直言って膠着状態であるのは確かなんですが、あえてまたプロジェクトで再度申し上げると、とにかくもう皆さんもおっしゃってたように、飛ばさなくても、国交省の言い分を全部聞くわけではないけれども、国交省がやりたいことは実現できるじゃないのと、でこのまま行くと陸域に固定化されるじゃないのと、やっぱり筋はどう見ても
で特にですね、いろんな地方議員、あの保守系の議員の方と話していると、あインバウンドどうするんだって話はよく出てきます。で、まあ、もちろんインバウンドに対するそもそもの考え方も今日議員の方からも出てましたが、まあ、これはいろいろプロジェクトとしてはまあインバウンドを否定はしないし、まあ、日本の飯の種として残念ながらやらざるを得ないんだろうと。ただそれにしてももともと成田と羽田の住み分けっていうのがもともとあるわけですよね。で、第三滑走路がもう2028年には竣工すると、そういうことがあるので、外国人客は日本に成田に降ろされて誰も文句は言わないんですよね。むしろ正直我々も冷静に見てると、一つはビジネス需要と、もう一つは日本人の国内の人、あの旅行客が成田は遠いからっていう、だからむしろ解決すべきはそちらの話なんですね。でビジネス需要、これは私もあちこちでいつも言ってる、あのビジネス需要はやっぱ3年間コロナで経験してきたので、もうネットワークを使ったあのビジネスが相当進んだので、あのインバウンドは戻ってもビジネス需要は絶対戻らないと、完全に私とビル・ゲイツが同じことを言ってる、いつもそのように申し上げてます。それからあの、国内需要はやっぱりもうちょっとあの静岡空港ね、空港の真下に新幹線通ってるんで、そういうものも活用できるようにするとか、国内の西側の人たちの需要を解決するとか、そういうことをすることで、 あらゆる意味でとにかくやっぱり先ほどもどうなのかおっしゃる筋の悪い話なんですね。国交省が30年先考えて作ったプランじゃないので、もういろんなところが破綻してるけれども、だから一つ一つもう理は全て我々にあると思いますが、国交省が自ら挙げた手を少し下ろしやすいような環境も作りながら運動を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。